前回セブンで買ったパスタサラダを紹介したら、なぜか好評だったので、今回もめっちゃ美味しいやつ紹介しようかなと思うんですけど、すき家のネギ玉牛丼をつゆだくネギだくにして食べると、めっちゃうまいです。僕ね、あんまり生卵をこう混ぜる系あんまり好きじゃなかったんですけど、これ食べてから好きになるぐらいめちゃめちゃやばくて、もうね、これ食べたらね、片欲が生えます。すいません。どうでもいいですよね。こんばんは、ハムオです。今回は昨日のお昼頃ですかね。突然公式ツイッターの方から、アナザーストーリー第3章の、ま、PV でいいのかな？映画公開されたので、そちらの考察をしていこうかなと思います。普通に見てたら見逃しそうなところとかもあったので、まあその辺ね、まとめて紹介していこうかなと思うんですけど、まあ PV まだ見てないよって方もいるかなと思うので、まずはね、PV 流そうかなと思います。ではどうぞ。燃やせ。燃やし尽くせ。すべては灰に帰るがいい。怪人に帰するというか。なりふり屈してらんない。ヨガ、海王、すべての異界を焼き尽くし、その灰の中より世界を再生させる者。俺も感謝に浸っている。このアーダラを救うために。必殺だ。俺の名はアルストリア、クリスタルの解放者。どうかご無事。負けるものか。負けて黙るか。僕は自分の使命を果たさなきゃいけないんだ。世界の破壊なんてさせない。ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス幻影戦争。世にもなすべき使命が、果たすべき責務がある。はい、という形だったんですけど、まあね、気になる点がいくつかあると思うので、今回はこんな感じでお話ししていこうかなと思います。まず PV を見て一番印象に残るのは、おそらくこちらのルシオなのかなと思います。パッと見ね、まあいつも通りのルシオじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、こう PV の中で戦士は真実を知るみたいなカットが入った後に、まあ僕らがね、よく知ってる絵の、まあ、ルシオが出て、まあ、黒いもやに包まれた後、まあ、剣を持ってる手ともう一方の手が映し出されて、まあ、ルシオのね、さっきの絵がドドンって出るんですけど、これね、今のルシオと違うんですよね。まあ、比較すると、まあ、わかりやすいかなと思ってて、今のルシオの剣と、PV で出てた剣、デザインが違うんですよね。まあ、胸のところに、まあ、金色の装飾らしきものがあるんですけど、まあ、今のルシオにはそんなものないですよね。で、左腕に、まあ、なんかそのトゲっぽい、トゲトゲしい、まあ、装飾が映ってるんですけど、これもまた今のルシオにないものになるので、PV で出てきたルシオは今のルシオと、まあ、衣装が違うという形になります。で、ここで、まあ、この PV の剣の持ち方だったりとか、まあ、左手の感じからなんか思い出すもんありませんかね。この前アナザーストーリー第3章が、まあ、来ますみたいな国営放送とかあったと思うんですけど、まあ、そちらの、とあるシルエットと、まあ、国にというかもうそのままやんけみたいのがいて、こちらですね、剣の持ち方が完全に一緒だし、まあ、左手にトゲトゲしい装飾、まあ、これ、なんだろうな。これ、バングルでもないし、なんて言うんかわかんないですけど、まあ、装飾がついてて、まあ、完全にね、このシルエットと、まあ、一致してるのかなと思うんですよね。まあ、両方並べてみると、結構ね、わかりやすく、まあ、そうだなって思いますよね。というところで、アナザーストーリー第3部の、まあ、8体ぐらいのシルエットが出てたと思うんですけど、こちらの、まあ、誰かよくわかんなかった、シルエットは、新衣装の新しいルシオであることが、まあ、ほぼほぼ確定したのかなというところ。まあ、衣装チェンジもしてるし、PV の感じからね、まあ、真のクリスタルの戦士として覚醒したルシオが、
まあ、登場するんじゃないかなっていうのは容易に想像がつきますよね。まあ、配布ではないと思うので、まあ、おそらく年始のキャラクターとかになってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、属性は単純に考えれば光のままだと思うんですけどね。まあ、最近光属性もシュテル以降全然出てないと思うので、そろそろね、光属性が来てもいいと思うんですけどね。というか、まあ、シュテル以降光誰も来てない。え？誰も来てない？誰も来てなくない？やばいな。1年越しですよ、光属性のユニット。次がシルエットの正体と、まあ、10月以降のガチャというところなんですけど、まあ、PV を見て、まあ、ルシオの次に気になるのはこちらの映像かなと思ってて、で、まあ、海王は今回、まあ、ボイスが初登場という形だったんですけど、まあ、正直ね、フィルターというかこう、エコーノイズっていうのかな、こうダースベイダーみたいな感じでこもってるので、まあ、正直声優さんが誰かとかは、まあ、わかんない感じになってますね。ここからわかる人はさすがに凄すぎるんで、まあ、僕はそこまでの知識はないんですけど、まあ、メタ的にね、海王の正体が、まあ、誰だったら面白いかっていうと、まあ、全く知らない、まあ、ディアルドみたいにポツンと出てくるキャラク、いや、それ言ったらディアルドに失礼なんですけど、よくわかんないキャラクターではなさそうですよね。なんかその、北映放送の話とか聞いてると、今回一番シリアス寄りだし、まあ、本編と結構密接に関わってくるというところなので、まあ、海王の正体、僕個人としては3つパターンがあると思ってて、まず1つはモントですね。まあ、あのアナザーストーリー自体が、まあ、一応本編の裏側で動いてるとは思うんですけど、まあ、モントの顔をした何かだったら面白いなっていう感じですね。兜をね、脱げた時にモントの顔してたら面白いなっていう、ただそれだけなんですけど、まあ、モントは、まあ、半分ぐらい冗談なんですけど、個人的に一番濃厚なのは、前の闇のクリスタルの戦士なのかなって思ってるんですよね。PV を見ると、まあ、みんなが苦戦してるボイスとかが、まあ、聞けるんですけど、なんかペレーネだけ若干こう雰囲気違いませんかね。こうもうなんかもうどうしようもないみたいな。割とペレーネってふわふわしてる感じなんですけど、もうなんかとてつもないものを見てしまったみたいなボイスだったのと、ラフとペレーネのビジョンカードから、そもそもペレーネは前のクリスタルの選手と、まあ、密接だったこともあって、まあ、この海王の中身が全闇のクリスタルの戦士なんじゃないかなって思ってるんですよね。そもそも一番最初のアルストリアの正体も、まあ、前の光のクリスタルの戦士のバルディアだった。まあ、バルディアではないけどバルディアのビジョンだったわけなので、まあ、その辺ね、絡んでくるのかなというところ。あとはまあ、兜を脱いだらエルデだったら面白いかなっていう。はい。この辺は冗談です。で、若干話がずれたんですけど、海王の後ろに暗くて分かりづらいんですけど、まあ、二人いるんですよね。で、これ、そのままの画像だと分かりにくいというか、まあ、ほぼ分かんないので、まあ、頑張ってね、明るさめっちゃ極限まで上げたら、こんな感じになってて、まあからさまに二人シルエットがいて、こちらもね、どこかで見たシルエットですよね。で、まあこれだけ見ると、まあ正直ね、全然情報ないんですけど、実はね、PV の中にこの二人に関するヒントがありまして、まあ一つ目はこちらですね、兵士が出てくるところがあると思うんですけど、それをね、一時停止すると、まあ、服が見えるんですね。こちらとさっきの画像と、まあ、シルエットを横並びにすると、まあ明らかにこれ一致するんですよ。まず槍みたいなものを持ってるので、真ん中の画像と右のシルエットはほぼ一緒だし、まあ、頭のところの兜からなんかこうピョって紐みたいのが出てると思うんですけど、まあそれも一致しているので、まあこの真ん中のキャラクターは右のシルエットと一致している。で、腕の位置とか、まあ、赤い服を着ているところから左の画像とも一致するので、まあ、これらは全て同じ人物だということがわかります。で、この衣装をめっちゃどこかで見たことはありませんかね。僕の予想では、これめっちゃラファールの衣装に似ているなと思ってて、まあ、ラファールは若干お色気な感じで、まあ、胸のところの衣装がこうパーンってなってるんですけど、左上の画像だと、まあ、きちんと締められてる形で、まあ、ラファールの衣装をちゃんと締めたらこんな感じになるなっていう感じしませんかね。あとそもそも、アナザーストーリー第3章の最初の PV で、紅の悪魔みたいな話もあったので、まあ、最初僕このシルエットからアドラードなのかなと思ってたんですけど、まあ、その辺の要素が織り交ぜられた新しいキャラクターなのかなっていう、もしかしたらアドラードの母親とか父親的な人とラファール・イリーザあたりかな、まあ、その辺が関係してきたりするのかなっていうのが
予想ですね。で次が2人目なんですけど、こちらも、兵士が出てくるところの画像を止めると、まあ、ヒントがあって、これもねさっきの画像とシルエット並べるとこんな感じですね。まあ、真ん中の画像と右の形は、まあ、完全にねあのシルエット一緒なんで、まあ、一緒で、左側の画像と右側のところを見ると若干こう胸のところからの反り具合がまあ一致してるかなと思うので、まあ、こちらもねさっきと同様、まあ、右側にいるキャラクターのヒントなのかなと思うんですよね。こちらの衣装も探したんですけど、まあ、個人的には一番最初にキトンが思い浮かんだんですよね。まあ、ただねキトンは本編中で死んでないし、うん、その辺を考えるとお腹のあたりに赤い、まあ、腰巻きみたいのがあるんで、まあ、ロレイラーとキトンを足して2で割ったような、うん、感じなのかなって気がしますね。一応リンクスの可能性もあるかなとは思うんですけど、ちょっとねリンクスは別のシルエットだと思うので、まあ、ロレイラーキトンあたりに、まあ、関係があるのかなっていう、まあ、忍者のサイガの里の、まあ、長、まあ、それこそ名前がサイガとかだったら面白いですよね。ちなみに、海王の横に、まあ、2人並んでて、そちらの画像を明るくするとある程度色とか見えるんですけど、まあ、どうやらあの兵士と同じ兜をかぶってるっぽいので、まあ、正直めちゃめちゃ綺麗な画像が提供されたとしても、まあ、素顔がちゃんとわからないようになってるんじゃないかな。まあ、逆に言うと顔を隠しているということはヘルメットを取って素顔があらわになると、まあ、僕らが知ってる顔なんじゃないかな、だから顔を隠してるんじゃないかなっていうのを予想しています。さっきの画像を見る限り、まあ、2人のね身体的特徴を見る限り2人とも女性であることは、まあ、ほぼ確定でいいのかなと思いますね。でブグッシュ的には、まあ、左はちょっと長めのものを持ってて、右は特に武器らしきものを持ってないので、左の女性は槍、右の女性は拳という形で、まあ、実装されるんじゃないかなと思ってます。そう考えると、まあ、今の現環境で、まあ、強い、現環境で多い、まあ、拳というところと、まあ、これからの環境である槍というところを保管できるので、かなりね、しっくりくるのかなというところで、一番最初の PV で、まあ、海王の横にこの2人がいるということは、おそらく10月11月はまずこの2人が実装されるんじゃないかなと思ってるんですよね。そう考えるとやっぱり拳槍っていうのは、まあ、今の環境にねぴったりだと思うので、結構ね可能性高いんじゃないかなと思ってます。最後に、まあ、シルエットの絵の秘密というところで、今回の PV から左上のシルエットは新しい衣装のルシオ、左下のシルエットは、まあ、海王の横にいる女性のキャラクター、右下のシルエットも海王の横にいる女性キャラクターというところで、この8体のシルエットのうち、まあ、下の右から2番目は、まあ、ルシオ、まあ、味方であることが分かって、上の左から2番目と下の一番左に関しては、まあ、海王に従える、まあ、いわゆる敵というところが分かったんですよね。この画像って、海王以外は、先代クリスタルの戦士たちなのかなとか思ったんですけど、まあ、どうやらこの画像の中に、敵も味方もどちらも存在しているということが分かって、で、この配置の具合から、右側はヒーローサイドのキャラクターで、左側はヴィランズサイドのキャラクターが、まあ、描かれてるんじゃないかなっていうのが、だいぶね、高くなったかなと思ってます。そもそもシルエット的に、下の左から2番目は海王確定だし、下の右から2番目はルシオ確定なので、まあ、それぞれね対応するように置かれてるんじゃないかなって考えると、左下が、まあ、キトンとかロレイラと、まあ、似てる感じがして、まあ、忍者的な、キャラクターだと思うんですよね。で右下のキャラクターは僕前リンクスっていう風に予想したんですけど、そう考えるとそのリンクスみたいなキャラクターと、まあ、キトン、ロレイラみたいなキャラクターが、まあ、忍者つながりで対比になるんですね。で、海王とルシオはもちろん主人公とラスボスみたいな感じですし、そう考えるとね、右上がダリオで、その横が、まあ、アルストリア、まあ、バルディアだと思ってるんですけど、まあ、それに、対応するのが、ラファール・アドラードの、まあ、紅の悪魔と、左上はもう本当にわかんないんですけど、まあ、若干こう、ピロピロがロブっぽいなとか思って、でまあ、ロブとダリオだったら同じくホルンで対比になりますし、バルディアが刀だから、まあ、東方関連とかなのかな、まあ、ちょっと真ん中2人は分かんないですけどね、
ただ右側がヒーローサイドのキャラクターで左側がヴィランズサイドのキャラクターっていうのは結構ね角度高いんじゃないかなと思ってます。というところで、ひとまず、ルシオが新しいキャラクターとして実装されることは確定したし、おそらく、敵側の2体のキャラクターがまず10月11月と、実装されるんじゃないかなって思ってます。というかね、多分今週の金曜日にはもうアナザーストーリー第3章始まるので、まあ、このキャラクターの素顔見れるんじゃないかなと思ってます。まあ、もしかしたら一体しか見れないかもしれないですけどね。はい、今回はこれで終わろうかなと思います。良ければ高評価、チャンネル登録、X フォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。